我が輩はポンである。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、おはようございます。 EB の社員たち、うまいことこっち向いたな。お前みーちゃん、みーちゃん、まだケツ向けてんの？せいうことか、うんうん、はい、金玉あんの、うん、ちっちゃいな金玉、はい、みーちゃん、あれ金玉言うかな、あれか怒ってんかお前、立てひん、はい、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、立てになった、みーちゃん、ね、かわいい子です、この子も、ね、みーちゃん、日曜日オープンしようか、そこね、日曜日裏オープンしてみますな、この様子ちょっと映そうかな、みーちゃんオープンでね、やろうか、よっしゃ、はい、それではくりちゃん、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 あ、けどまだ情報とにこう流してやるとわかんないです。え、おいで、おいで。くりちゃん、怒っとったね。慣れへんもんですね、なかなか。ね、おいでは。はい、ルルちゃん。ルーちゃん。ルーちゃん。ルーちゃん。よしよし。よしよし。ルちゃん、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 ね、はい、ももちゃん、他誰か。みなここの子、みなちゃん、何怒ってんの、みなちゃん、この子はララちゃんをまたこうかな、外から見てみようか、みなちゃんおるか、じゃない、ララちゃん、こっちやね、今日の夜電気つけっぱなしやったな、もうだいぶちょっと手も良くなってきた、手痛かったの、握るのちょっと痛いけど、だいぶ腫れもマシになってきたかな、抗生物質なんだからね、はい、ララちゃん、これまたララちゃん、で、ちゃおうか、ちゃおうか、そしてももちゃんはここじゃないね、ここやね、いつもそこやな、ももちゃんな、ももちゃんはそこが多いな、
ちゃん。そういうよ、どれかな。さあそれでは今日もちょっと天気悪いんかな、いいんか分からんね。もう暖房は、あ、暖房じゃん、冷房は消してるからね。ちょうどいいで、朝ですね。寒くもなく暑くもない、ちょうどいい感じね。ほんまにきます。はい、第2ハウス妊娠です。レオくん、あ、あゆみちゃん走ってきてくれた。レオくん、はい、あゆみちゃん、レオくんも来た。はい、あゆみちゃん、レオくん、ああ、ひっくり返した。あ、ちょ、まっちゃん、いっちゃん、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、ひっくり返りかけてる。ダメダメ、いっちゃん、いっちゃん、出てるのは出てるけど、もうちょっとおならなかんな。毎回出てるんやけどね、トイレ掃除するたびに。もうちょっと量を多くせなあかんね。それまで我慢。まあ、あとその2倍出たらもう完璧やねんけどね。なあ、もうちょっと待っとき。ね。はい。はい。レオくん。レオくん。それでは。はい。ねねちゃん、毛がすごいな。ねねちゃん、えらい抜けてるやん。ちょっと研いでもらわなあかんな。なあ、ヘルプさんに研いでもらい。なあ、わかった。はい。はい、ルナちゃん。あ、今日はチョビちゃん。はい、トトちゃんに、シャーコちゃんに、はい、ガンちゃん、これでスリちゃんが集まる。スリちゃん、はい、スリちゃん、スリちゃん、どこ行くの、戻っていく。ロフトの中かな、ロフトに行くのかな。意外とロフト好きやからな。あ、なるほど、ね、はいはい。チューちゃん、目なんか言ってたけど大丈夫やな。おい、チューちゃん、おいで。はい、スイちゃんの下からし、こんな感じ、スイちゃんの模様。それで、ふうまくん、あ、びっくりした、ごめん、ふうまくん、ちょっとびっくりしたね。それで、あとは女の子に全員、サブコロちゃんとね、あ、ひらりとふんちゃんと外です。こうになるような、来たろうかな、これ。あ、これはちょいちゃんね。はい。いっちゃん、ね。こんな感じかな。これで、ようやく新しい名刺できました。ね、ポンさんの名刺。ちょっと待ってね。あ、これで営業活動をちょっとね、していきます。
こんな感じで、ね、世界に広げよう野良猫の輪、ヤンキーな親父、あ、親父のっていうやつもあるからね、これ失敗やったんですよ、親父のいうやつ作り変えて書いてるか、これもまた失敗作だけど、まあこれはこれでね、配っていこうかなと、のいうやつもあるからね、ヤンキーな親父の保護猫チャンネル、我が輩はポンデある、これもね、これもちゃんと読むようになってるからね、あの QR かざしてもらったら、これで、ね、代表というね、ポンハウス代表にしてますね、こんな感じ。まあ、これのいいところはこのザラザラ、この横がザラザラないところがいいですね。 まだ変わった名刺なんですよ、これこれで雨にも強いんちゃうかな、ちょっと水にも強い名刺にしてるんでね、これでね、ちょっと営業活動ねやっていきますね、はい、こんな感じですね、はいね、頑張ってくるよ社長はね、営業活動してくるわね、はい、以上です。私たちの仲間が道路で亡くなっていたら#9910に連絡をお願いします。